はい、というわけで今日も元気に水道クーローチャンネルのお時間です。今日もご視聴ありがとうございます。白黒チャンネルのチューニーです。今日はですねモンスターストライクこちらをやっていこうと思います。リコルの大冒険のガチャをですね10連やっていこうと思います。でこちらのガチャなんですけれども3人星5が追加になっておりまして、スキッティ、リコル、ベルスターですね。で、まあ、欲しいなと思ってるのは、リコルちゃんとベルスター。リコルちゃんが初のレーザーストップ持ちということで、ちょっとこれね、位置調整がかなり難しそうなんですけども、ちょっと新しいアビリティなので、使ってみたいなというので、リコルちゃん。あと、ベルスターさんはトリプルアビリティ持ちで、カミカは、マモンと一緒の SS ということで、なんだっけな、進化が、アンチ重力バリア、カミキラ持ち。で、カミカが、アンチ重力バリア、光耐性、SS 耐縮持ちということで、トリプルアビリティなので、ベルスターさん引いていきたいと思います。全然関係ないんですけど、昨日山竹行こうと思ったら、6時から8時だったんですけども、すっかり8時からだと思い込んでいて、すっかり逃しましたね。皆さんは山竹行けましたでしょうか？最近のね、おすすめメンバーとかどんな感じなんですかね？ロビンさんとか連れてまだね、行ったことないんで、ロビンさんとか連れて行ければなと思ってるんですけども、まあ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 、そんな感じでやっていきたいと思います。行きます。まあ、10連なので、まあ出ないと思うんですけど、まあ出たら嬉しいなっていう感じですね。はい、じゃあ恒例10連いきます。新キャラガチャ10連トゥ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 ン、トゥ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 ン。いやーちょっと悩ましいですよね、本当に。お願いします。まあ出ないと思うんですけど、止まったら熱い、止まったら熱い。あ、でもスキッティさんもアンチ魔法陣のダメージボールなんだ、反射だけど。ああ、いきます。頼んますよ。おお、おお、ジン。ああ、やばいっすねまあまあこんなもんかなと思いますけど、ちょっと単発でちょっとだけやろうかな。しょぼー。単発でじゃあ5回ぐらいいきます。今ねキャンペーン中で、今回の新キャラのリコルの大冒険のイベントをクリアすると、特玉っていうのがねもらえるらしくて、それで特玉ガチャっていうのができるらしいんで、それもねちょっとやっていければと思うんですけども、2回目、12回目。まあでもこんなもんじゃ出ないっすよね多分ね。さあ分かってるよ、分かってる分かってる。このねポルダさんの金じゃない感ですよ本当にね3回目お願いします。13回目。はい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 、ヘルメスさん、はいヘルメスさん。14回目。いやーベルスターさん欲しいな。リコルちゃんとカミカのイラストも、おお、ムーが来た、ムーが来ましたね。どっから来たの、どっから来ちゃったの。めっちゃ可愛いですけどねムーちゃんね。あれなんか最近ムーに愛されてんな。ストライクショット、ラスト。まあ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 ですよ本当に。というわけで、まあね新キャラ出なかったんですけども、なぜか新キャラは出なかったんですけどね、なぜかムーさんが出てくれましたね。ありがとうございます。本当にね、ちょっと、まあね、結構ね、この新イベントガチャはね、あんまり出にくい印象がありますので、まあ、獣神祭とかね、超獣神祭とか、そのあたりでね、また新キャラ、リコルちゃんとか、まあ、ベルスターさん、スキッティさん、来てくれたら嬉しいなと
思います。皆さんはネリコロの大冒険ガチャっと行きましたでしょうか。もしよろしければね、どんなんだったよとかあれば、報告いただけると嬉しいなと思います。またね、トクタマ動画は上げようと思いますので、そちらの方も見てくださると嬉しいなと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。ツイッターやってます、アット白黒チャンネルでやってます。詳細欄にリンクがありますので、そちらからぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンクリックまたはタップで登録できます。新ガチャの新しい動画の通知ですとか、たまにある生放送の通知が来るようになりますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。ではラスト恒例じゃんけんいきます。せーの、シロクロじゃんけん最初にょんじゃんけんぽいチョキです。なのでグーの人、明日行くことあるかもよ。では、今日も一日お疲れ様でした。また見てくださいね。バイバイ。